marvelous.神楽忍びVS少女たちの証明。始めからだ。 光あるところに影があり、影あるところに光がある。二つは表裏一体をなし、片方のみの存在はありえない。さりとて二つが相入れることもまた不可能なり、その因果な均衡は終わることのない衝突の輪廻によって成り立っている。 先に思いを乗せ交差する戦乱の舞、時に勝利し時に敗北し、白と黒の美しき陰影を描く忍びの世界とは死の美である。それは忍び学校でも同じだ。 現代の忍びは 忍び学校という養成機関によって育成されている。忍び学校は日本国内に数校あると言われているが、その正確な数は定かではない。学園祭、忍び学校に代々伝わる決戦である。学校の存亡をかけ忍び学生が戦う祭りが 平成の世に蘇ろうとしていた。学園祭というかつてない規模の戦いに多くの忍び学生が巻き込まれていく。彼女たちは戦いの果てに何を得て何を失うのか。 これより始まる物語は 忍び学校で日々鍛錬を重ねる戦いの軌跡。そう、それは
彼女たちの生きている証である。学校を選択してくださいませんか。国立半蔵学院。完膚摩擦完了。よし、今日も頑張るぞ。それでは、本日の修行を始める。はい、キリア先生、よろしくお願いします。アスカちゃん、今日も元気いっぱいだね。ひっしっしっし。そりゃあ、朝からあんだけプルンプルンさせてれば、元気も出るさ。ちょっとカツネ、何の話？あたいは見ちまったのさ。アスカが下着姿で、寒風摩擦してるところをな。あら、
乾布摩擦ですか。アスカさん、古風な健康法を知っているのですね。子供の頃、じっちゃんに教わったんだ。乾布摩擦をすると風邪をひかないって。いやいいもんを拝ませてもらったぜ。ごちそうさまでした。もうガツネーたら。乾布摩擦をすれば風邪をひかないんだ。おう、だからひばりも毎朝やるといいぜ。ただしちゃんと窓を開けて下着姿でやるんだぞ。うん。それよりもっと健康になりたかったらすっぽんぽんでやってもいいぞ。カツラギ、お前も命知らずだな。俺の前でヒバリに変なことを吹き込むとは。ちょっと待って、ヤギュー。刀を抜くやつがあるか。ありとあらゆるものからヒバリを守る。それが俺の生きる道だ。ほんとラブラブだね、ヤンニューちゃんとヒバリちゃんは。ラブラブ。別にそんなわけでは。さて、おしゃべりはそこまでだ。本日はレク人形を使った基礎訓練を行う。基礎訓練ですか。お前たちがいかに成長しようとも、基礎をおろそかにする忍びは早死にする。忍びの世界で生き抜きたければ常に初心を忘れないことだ。舞い忍びます。任務開始。やっしますよ。行きます。デク人形を全部倒したよ。アスカ、見事だ。キリア先生、これからもアスカたちをいっぱいしごいてくださいね。ああ、そのつもりだ。あたいもそのつもりだ。可愛い後輩たちをいっぱいしごいてやるからな。はい、よろしくお願いします。よし、任せておきな。あたいのしごきは根節丁寧だぜ。手取り足取り、もみもみもみ、手取り足取り、ぷにぷにぷに。
やはりその首飛ばしておくか。ヤギュー、冗談だって。俺は冗談の通じない女だ。イーカルが助けてくれよ。はあ、自業自得です。そんな。ヤギューちゃん、修行も終わったからウサちゃんパフェでも食べに行こうよ。何？それはつまり放課後二人きりで過ごし、甘いものを食べて甘い時間を過ごそうということか。まあそういうことかな。カツラギ、命拾いしたな。もはやお前と遊んでいる時間はない。俺が遊びたい相手はヒバリのみ。さあヒバリ、早く行こう。二人ともちょっと待ちなさい。まだ修礼が終わってませんよ。ああ、行ってしまいましたか。ほう、助かった。しかしたとえ首が落とされてもあたいがセクハラをやめることはないけどね。この二本の腕がもみもみできる限り。ふん、どうしてか、みんなマイペースなんでしょう。でも私みんなのことは大好きだよ。カツネもイカルガさんもヒバリちゃんもヤニューちゃんもみんな大好き。だからみんなで立派な忍びになるため頑張るぞ。おーって一人でやったらバカみたい。そんなことありませんわ。ええ、みんなで頑張りましょう。立派な忍びになるために。はい。の物語だ。邪魔をするな。いってらっしゃい。ヒバリ。なに、ヤギューちゃん。俺と手合わせをしよう。え、急にどうしたの。少しキリア先生の言葉が気になっているのだ。基礎をおろそかにすると忍びは早死にするって話。そうだ。だから俺がヒバリの基礎を確かめてやる。さあ俺に本気で切りかかってこい。ヒバリの力、俺が見極めてやる。おお、どうしたヒバリ。無理。ヤギオちゃんと本気で戦うなんて無理って言ったら無理。ヒバリ絶対にやらないよ。いや、だからそれは無理。こういう時のヒバリは頑固だ。もともそういうところも可愛いのだが、いやいや、今はそれどころではない。何としてもヒバリの力を確かめなければ。俺はおちおち寝てもいられない。ではどうする。ヒバリ。何？戦いならやらないよ。もし俺に勝ったらお菓子パーティーを開いてやる。え、お菓子パーティー。山盛りのウサちゃんクッキーに甘いホットココアも飲み放題だ。ごっくり。さあヒバリ、かかってこい。その手でお菓子パーティーを掴んでみろ。よーし、ヒバリ頑張っちゃうからね。ヤギュー、前しの。ヒバリ、前しのぎます。いざ、尋常に参る。まだだ。忍び転身。ベソル。絶対負けな
この程度、造作もないこと。はあ、ヒバリもなかなか強くなった。これなら俺も安心できる。待て、泣かないでくれ。だって、だって。勝負は勝負だ。約束だからお菓子パーティーはできない。ただ、その代わり。その代わり？お菓子祭りを一緒にやろう。お菓子祭り？お菓子パーティーとどう違うの？え？同じ内容だったら、勝負した意味ないと思うんだけど。な、鋭い、鋭いぞ、ヒバリ。俺は勝っても負けても、ヒバリと楽しい時間を過ごすつもりだった。そこを見抜くとは。さすがは俺の大好きなヒバリだ。まあ、どっちでもいいか。お菓子がいっぱい食べられるなら。ありがとね、ヤギオちゃん大好きだよ。な、いい、好き、はあ、どうしたの、ヤギオちゃん。鼻血が出てるよ。気にするな、ちょっと幸せなだけだ。うん、良い評価だ。